あ、ね、いや、そこ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 。草亀ですね。はい、こんにちは。今回はコラボ企画です。親戚に一人はいる変なおじさんのチートンさんが来てくれました。ありがとうございます。はい、どうも皆さんこんにちは、チートンです。で、チートンさん、今回はなんか貴重な食材を食べさせてくれるということで、はい、すごい期待してるんですけど、あのコラボをしたいということでツイッターで DM いただいて、で、まあ、手土産とは言っては何なんですけれども、こういったものを用意しました。はい、こちら、先日田んぼで捕まえてきた草亀ですね。噂には聞いてたけど本当に来た、はい、外来種ということで石亀との交雑が言われていて、捕獲して食べようかなと思っています。これはあれですか、巣につけて寄生虫を取ってたやつ。そうですね。あ、なるほど。この辺に沼選びるの卵なんかぎっしりついてたんですけど、しっかり取って持ってきました。僕は爬虫類を食べるのは人生初なので楽しみです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ただその調理するのでもちょっとね、絵面がもったいないなと気がするので、今回はスウェーデントーチを作ってそれを熱源として調理していけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。で、僕はスウェーデントーチ作り慣れてるので、今回は、チートンさんに作っていただこうと思います。そうですね、よろしくお願いします。今回初めてです、スウェーデントーチは。ですよね。はい、まあでもチェーンソー使い慣れてるそうなので、まあ簡単にいくと思います。お願いします。はい、じゃあまず草亀の血抜きからやっていきたいと思います。よろしくお願いします。僕引っ張るんで、うん、ハサミで切ってもらっていいですか、頭を。僕が、はい、そんなコンビネーションがいきなり、はい、切れるもんなんですか。首の骨が硬いんで、うん、じゃあここ多分ここでやりません。そうですね。あ、メスだ。卵が入ってますね。すごい量だ。すごい数産むんですね。そうですね。でもこの子増えちゃダメなやつでしょ、日本国内では。一応そうですね、外来種になってます、うん、あまりあの外来種って思ってない人が多いんですけど、うん、一応外来種ですね。はい、なのにもう草亀って名前がついちゃったんですね。そうです、日本の亀っぽい名前がついちゃった。そうです、臭い亀と書いて草亀です。あ、そっち。はい、葉っぱの草ではないです。あ、卵がありました。あ、これはこうなる。そうですね。僕もこの状態では食べたことないですね。これ殻だって結構硬いですよこれ、はい、もう。本日の亀の食材です。後ろ足2本となんと卵がたくさんと、卵これすごいですよね、なりかけの黄身と完成した卵が両方見つかったので両方食べてみたいと思います。とこれが、それがネックです。ネック、はい、首ですね。はい、であと前足が2個、これは今から湯むきして表面の皮だけ取るそうです。はい、じゃあそれでは湯煎をして薄皮を剥ぎます。もうさっとくぐらせて、こんな感じで。おお、あ、本当だ。これがまたちょっと気持ちがいいです。あ、これが食べるときには邪魔になる部分ってことですか。そうですね。あ、これを剥いてあげることでちょっと臭みも減って食べやすくなります。なるほど。OK です。果たして固まるのか。はい、卵は別口で茹でてみますが、チートさん曰く固まるかどうかわからないとのことです。そうです。白身が結構ゼリー状で、うん、ああ、もともと固まらないっていう。ああ、ああ、ああ、白くもならないし固まりもしない。そうです。ゼリー状のままっていう。あげました。どうですかね。どうでしょうね。今チートンさんが調べてくれたらしいんですけど、やっぱりね、白身は固まらないそうです。そうです、固まってないですね。では、手足各位をお外に行って揚げていきましょう。
ちょっとチートンさんと散歩します。いよっ、いないっすね。多分この辺サワガニポイントだと思います。あ、本当だ、いる。いました。まだちっちゃいですけどね。じゃあ手づかみで捕まえられる分捕まえましょうか。ちっちゃいのしか見つからない。あ、ね、いや、そこ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 、よいしょ。うん、めっちゃいる。もういいんじゃないですか。すげえな、あっさり見つけるな。早い。ちっちゃいのしか見つからない。一匹ゲッツ。何匹いますか？5匹です。すげえ。何？野生の缶？すげえ。何者？うん。穴掘って隠れるんですよ。ああ。だ、水の中じゃなくて陸地。こういうキワキワ探すと結構います、ね。ああ。なるほど。そうなんです。じゃあまあ6匹でとりあえず。はい。これでじゃあ行きましょう。じゃあスウェーデン投資の作り方を説明していきたいと思います、はい。まあ単純にここに六角形の切り込みを入れていくので、まず六角形に線を入れます。はい、節の上を切らないように。ああ、なるほどなるほど。こんな感じで切れ込みを入れていきます。ご存知だと思いますが、チェーンソーってこういう風には切れないんですよ。あ、切る、ここ、うん、そう、こう切っていかないとダメなんで、はい、で、こうやったら、はい、それではやっていきましょう。やっていきましょう。クサガメの素揚げの準備です。先ほどのスウェーデントーチに今回ちょっと五徳をかばせました。一応念のためにずんどう、よく燃えてますね。油イン。こんなもんで、はい、はい。ということで、クサガメ先ほどさばいてきたので、これをね、油がいい温度になったら入れていきたいと思います。いい感じに燃えてますね。いい感じですね。ぼちぼち良さそうだな。早めに入れないと温度が上がりすぎちゃうかもしれない。そう、これ多分どっかで下ろしたないと火が強すぎる。はい、そういうイメージですね。はい、そういうイメージですね。はい、いい感じの温度になったんで、クサガメ入れていきます。こういう、あ、いい感じ、いい感じ。はい、全部入れました。はい、火が入った順に揚げていこうと思います。多分もう一回下ろしちゃっていいと思います。一回下ろしちゃいます、うん。だってこう中華じゃないんだから。これがちょっとすごい火ですね、うん。若干火が強すぎたので今下ろしています。揚げたり下ろしたりしながら、そうですね、やりましょう。脱走してる、危ない。1、2、3、4、5。あ、5匹しかいない。1匹いない。逃げたんだね。脱走した。ちょっとまあ匂い嗅いだらすげえいい匂いする。思いっきり食肉が揚げられてる匂いがする。そうですよね、いい匂いがします。うん、
まあ、大戸屋に出てくる普通の鶏の唐揚げみたいなビジュアルになってきましたもんね。そうですね。卵が順次上がっております。嘘みたいな卵だな本当にお腹の中だとこういう感じなんですね。最初はねえ、そういうことなんですね、はい、僕のおばあちゃん世代とかだと、うん、本当にもうあのお店で買って食べるっていうよりは本当にその辺であのうなぎ捕まえたりとか、うん、あとはイノシシシカ取って、うん、あのウサギキツネ取ってあの食べてたって言われますね。ああ、まあばあちゃんだとそういう世代ですよね。そうですよね、うん、だからそんなものを食べるのって時々言われることに対して、うん、その話をいっぱい聞いてきてるんで、うん、そんなに違和感あるのかなって僕思っちゃう時があって、最近だから YouTube でそういう意見をいっぱい聞いて、うんうん、あちょっとずれてんだなって認識をし始めたところです。あげましょう。ちょっと雨も降ってきたし、雨降ってきたので急遽あげます。もっとなんか測ったようにちょうど、ちょうど上がり頃なんで大丈夫です。とりあえずサルベージ、おー、あれ降ってきた。はい、ほぼチートンさんが捕まえてきたサワガニをサイドディッシュに、そうですね、今から揚げていきたいと思います。これも完全に素揚げですよね。そうですね、はい、このままいきます。では参りましょう。サワガニの素揚げいきます。よいしょ、いい火加減。サワガニあげます。お願いします。サワガニ上がりました。このサワガニって赤くならないんですね。サワガニって結構いろんな色あるんですが、真っ白のまま。伊豆の国市産サワガニですね。そうですね、多分地域性が出るんでしょうね。かなりそうみたいです。出来上がりました。はい、これは明らかに美味しいやつですね。そうですね。これ4匹、2匹だ、そうしました。塩パラパラって使っていいですか、はい、そう、当初は6匹捕まえたんですが、2匹脱走しました。結構登りますね、しっかり。そう、すごいですね。はい、雨急にまた降ってきました、ね、そう、雨が降ってきてしまったんで、中でいただくことにしました。いや、あ、結構しっかりやっぱり食材風になりますね。なりますね。これもう匂いが完全に美味しいお肉の匂い、はい、そうですね。チートンさんが持ってきた草ガメの手足と黄色いのは卵です。こっちがほぼチートンさんが捕まえたうちの近所のサワガニの素揚げです。いただきます。サワガニからいってみます。はい、まあ、僕は初ですからね。そうですよね。そこら中にいるのに食べたことがない。そうですね。うん、どうですか、エビそうなんですよ、ね、じゃあ僕もじゃあサワガニから、うん、いただきます。あ、というか味噌が美味しい。なんで安定のサワガニです、ね、安定のサワガニですね。これはなんで今まで取らなかったんだろうすぐそこにいっぱいいますよね。すぐそこにいるのに。めっちゃビールのおつまみですよこれ。じゃあ2匹で、うん、2匹いただきます。サクサクで中からじわっと出てくる味噌の味も、そうちゃんと味噌の味がするのが驚き。美味しいです、ね。なんか泥っぽいかなと思ったら全然泥臭くないし。それでは草ガメ、草ガメですね。どっち先に行きます。皮ありからいってみましょうか。皮あり、はい、草ガメ前足いただきます。いただきます。皮の弾力が結構すごいです。普通にうまいでしょうまいです。いける。もしかしたら鶏肉よりちょっと美味しいぐらいの、うん、旨味がしっかりありますもんね、うん、皮が結構コラーゲン質でプルプルしてます。前その緑ガメ食べた時に皮がちょっと生臭い香りしたんだけど、今回ね皮美味しい。いや、臭みゼロ。臭みないですね、うん、ゼロ。普通にガッツいてるんですけどこれが僕の田んぼの中にいたんですよ。あ、全然癖がない、うん、美味しい。その亀臭もほとんど僕わからない。あ、本当ですかこの皮を食べた時にシュールストリーミングでやられてるうんま、亀肉の味がする、うん、歯ごたえがあって、うん、でも嫌な歯ごたえじゃないです、ね、あのちょっと砂肝のような硬くはない。うん、硬くない。そうそう、うん、なんだろう、歯ごたえはあるけど硬くはない。そうですよね。卵いっていいですか。どうぞ。卵、黄身だけの部分です。
どうですか？味しない。だから多分足が美味しすぎて、味が濃すぎて。卵いただきます。スナック菓子。あ、確かにね。パッとすぐ味来ないです、ね。うんうん。後から君だねっていう。飲み込んでこう鼻から上がってくる香りがちょっと君だなっていう感じがするんですけど。うんうん、そう。でも癖が全くないからわからない。うん、うん、これ絶対女の子でも普通に食べれる。そうですね、うん、あの調理過程さえ見せなければ。そうですね。なんで世の中に亀肉料理屋がないんだろう。なんなんですかね。ね、なんか不思議。こんな美味しいと不思議、うん、問題の。ゆで卵ですね。どんな風になってるのか割ってみたいと思います。白身は味見するんですけど、ちょっとそのいかんによっては黄身だけいただこうかなと思います。一応白身の味を見てみましょう。はい、いただきます。じゃあお先にどうぞ。はい、固まってないのがちょっと怖いんだよな。だってこれ熱湯で7分ぐらいやってますね。やりましたね。うん、いただきます。で固まらないってことは、あれ、あ、いや臭くないですね。あれあれあれ、二の端いった。あれ全然大丈夫です。何も匂いないですね。うん、なんか若干塩味を感じるような塩味というかね、うん、あのもうほぼ無味。そうですね、評判とはちょっと違うような感じです、うんうん、ちょっと黄身をいってみましょう。黄身、はい、はもう多分ね外れないと思います僕は。あのさっきの金柑とちょっと違いますね、うん、やっぱ固まってない。ただ火は絶対通ってるんで、うん、火は通ってます。いただきます。いただきます。あ、美味しい。美味しいです。鶏の卵に比べるとちょっとザラつきがあるんだけど、うまいっすね。でも黄身の美味しい味しますね。コクの塊ですね。はい、そう、でもザラッとしてるのはある、ね、てかほんと雑味がない。ないですね。不思議。美味しくいただきましたね。僕は割とずっと衝撃を受けてます。マジでみたいな。サバガニうめえし。そうそう。すぐそこにいるサバガニ。もうちょっとこう生臭いなとか言いたかったのに全然生臭くないし。はい、じゃあ今回はチートーさんが持ってきた草亀の揚げたものと、うちのほとりに流れてる川のサワガニを素揚げで食べてみました、はい、もうね、両方ともめちゃくちゃうまかった。美味しかったですね。ちょっとね、ケチつけたかったんだけど、ケチつけられないぐらい美味しくて、ちょっとね、衝撃を受けてます。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ではそんな感じで、またまた。どうもご視聴ありがとうございます。狩猟を中心とした山ライフの映像をこれからも上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。